まあね、本当にあの大津ちゃんに対して、まあ、その私たちは辞任をね、今ちょっと要求してるとこなんですが、そうですね、本当にね、あの困ったもんだね、そうこのままにね。みんなのためって言ってることが多かったけど、やっぱりみんなのためっていう、こう、なんか、結構ね、なんか言ってることが、なんか言ってることがさ、全然違くない前と、ね、なんか最初のね、その当初やるにあたってのその理由が、なんか前と違うよなね、全然違うよね、不正があるならみたいな感じだから、その不正が結局何なのかが私もわからないから、こうちょっとあるのであれば教えていただきたいなって思います。確かにでもなんかさ、私思うんだけど、本当にこう、このお金はどこに行ったのとか、こう結構大津さん言うけど、もうそれって私の中で多分どこの党も多分あると思うんだよね。 N 党とか政治家女子に限らずだと思うから、そうだね、そこにこだわらなくても、うん、他の党でもじゃあやってほしいなと思っちゃう、うん、そういうのあるかな。そうそうそう、本当は皆さん前に出てこないから、ツイッター通して、いや本当にね、そうなんだよね、大事なところで本当に会見しないからダメだなって本当に思ってて、だって今回のもさ、今回とか一昨日ぐらいのその大津ちゃんのライブの配信も結局自分のではなくて、コラボみたいな感じでやってらっしゃるから、フジポン TV とかね、そうそうそう、なんかさ、ツイッターのさ、スペースとかやっててもさ、結局なんか仲間内でしかやれてないじゃん、うん、なんかこうでもない、ああでもないみたいな、文句を言うためのなんかね、スペースみたいな感じになってるよね。なんで辞任しないと思いますか？え、でも純粋に、なんだろう、橘さんを困らせたいのが一番だと思ってる、私は。そのイメージは確かに強いかな、なんか最初はお金をこうやろうとしてたけど、もう多分今本当に困らせようとして、なんだろう、橘さんとかが困ってる姿が多分こう優越感に浸ってんじゃないのかなって私はね、思ったりするんだよね。やっぱその国政の党首って、簡単にやっぱなれるものじゃないし、まあ手放したくないのかなともちょっと思ってしまいますね。確かに絶対なれないよ、だってなれないもんね、まだ何も議員でもなく、自分がね、そのそういう、なんだろう、政治家の段階をまだ踏んでないのにいきなりポンってなったらなれないじゃん。なれないよね、そう、だから普通の会社の社長になると全然違うからさ、まあ、それは手放せない女性議員もね、多分欲しいと思うけどかなってちょっと思っちゃいますね、わかんないけど、発信もなかなかされないので本心はわからないし、一人でやってほしい、マジで。結局、本当に大津さんの気持ちで動いてるのかも実はわかんないで、周りから言われて、なんかもうわけわかんなくなって、そう、動いてるだけにも見えてしまう時もあるし、難しいけどね。ゴールポストを動かしておりがない、いや本当にもううちらはね、終わってほしくてしょうがないんだよね、この話が長いよね、ね、長すぎない、長い、なんか想像より長い、まだ果てしない気がする、いつまでやってんだよみたいな、なんか早く終わらせてくれよってすごく思ってて、もうあの子自身どう動いていいか私分かんないと思うから、ごめんなさいって普通に謝ればいいと思ってんだよね。けどなんかさ、ライブでさ、なんか言ってたじゃん、大津さんも、もし不正がなければ謝りますよみたいな、いや謝んないと思う。その後も確かに謝りますよって言った後もなんかそのなんか私の中で、もうプライドがすごいイメージだから、多分みんなの前でごめんなさいっていうことが、あの子は多分できないと思ってて、なんかそれに対して謝りますよって言うんだったら、それこそデモのことに関しても、じゃ政治家女子の党首からみんなに、じゃあその迷惑かけてごめんなさいとか、じゃあそれを言えないってことはそういうことなんだと思う。そうだね、うん、しかももう今さら、多分最初謝れそうな雰囲気もあったけど、もうなんかもう無理だよ、謝れない謝ったところでみたいな感じになってしまう気もします。すごい言葉ね、大きくなってるので、この場しのぎの言い訳にしか聞こえないよね。本当そう、マジでそう思います、本当に。
北村健立花さんの意思はどう思ってますか。これもう今どうまだねどうなってるかはちょっと分かんないんだよね。提案があっただけでどうするかとかはないんですけど、まあでもその個人でやるってなっても私はあの本当にでやっていいかなっていうぐらいあのまあ苛立ちはやっぱあるからはっきり言っちゃうけどはっきり言っちゃうけど本当に政治活動がもうそうできないし、ね、そうできてないし動けないしこのゴタゴタしてる間に元々はこういう風なのかみたいな感じで離れちゃう人がいたら嫌だなとも思うからこそイメージダウンで、ね、本当にイメージダウンしかないからさ、だからこそなんか早く終わらせるためにもそういうことは動きたいなって思ってます、うん、本当に立花さんはね困らせたいだけだと思ってる。回答するとかも言ってたけどさ、あの新しくメンバーを入れるって言ってた、それに対してははってなって、はい、それは私もそう、はい、メンバー入れるじゃなくてまずその前にやれよみたいな、すごい上からの、ね、感じがしてしまう、発言が全てなんか上からの感じがしちゃって、うん、なんかもう独裁みたいな、すごい独裁を嫌がってた気がしたんだけど、うん、橘さんって独裁だから結局なんか同じような方向に進んでいませんかってちょっと思ってしまいます、うん、やってることがちょっと本当にねめちゃくちゃなって本当に思ってます、うん、結局なんか何がしたいのかもうなんか伝わってこなかったかな、うん、私あの YouTube ライブを見たけど、だってそれがあると思うから動いてますとか言ってるけど、結局自分では見に行きませんよとか言ってるんで、なんかちょっと筋が通らないっていうか、うん、って思ってしまいました。矛盾がすごい、うん、やっぱりそうだね、うん、そう行かない、その帳簿を見に行かない理由もなんか会いたくないから、そう、なんか行かれてないじゃないですかみたいなのがありえないよね。ちょっとびっくりしちゃって、うん、あれ見たいんだったら行くべきじゃないみたいな、その自分がそういう、なんだろう、分かんないとしても、うん、その場に行ってちゃんと説明を受けた方がインスタ、自分がちゃんと言ってやったぞっていうのもあるじゃん、やっぱり。そうだね、なんか、あ、ここは動いてくれたんだみたいな、ね、こうなのにそれ行かないってなるとさ、もっと信頼型落ちだしさ、うん、橘さんたちが謝ってくれないから行かないとか、いやいやいやみたいな、じゃあ企業対企業だとして、じゃあここが謝らないから、じゃあここの仕事を行かないとかあるのかってなったら違うわけだよ、やっぱり、うん、行かない理由にね、ちょっとびっくりしちゃったよ。行かない理由に対して本当に子供すぎて私はちょっと本当ないなとないなとそうだね、思っちゃう。結構なんか誤爆しそうで怖いよね、踊り出したらさ、止まんないからさ、いや本当ね、やめてくれたら終わりなんだよね、本当に、うん、まあ誰がついてくるんだろう、うん、まあでも翼の音を、あー、ついてくるっていうか、結局なんかあの上に来そうだよね。あ、確かに、確かに、その指示に従ってるようなイメージもちょっとあるので、うん、ついてくるというよりはなんか結局そのうちそっちが上に来るんじゃないかなとか思ってしまう。確かに、おうち見てるって、おうちさん見てたらいいな、うん、ありがとうございます。山崎さん、え、多分見てないと思うけどね。でももうあの見ててほしい、なんか、なんだろう、この、うん、こう政治家女子が推薦で、うちら NHK 党だけど、はい、だけど、まあ、政治家女子はさ、うん、もう一緒じゃん、NHK 党と。だからこそ、こう、まあ、代表に見てほしいよね、こういううちらの意見をね。そうですね。まあ、イライラするだろうけど、見たら。まあ、認めてもらってないよ。認めてもらってないのね。そうだよね、なんそう、本当なんかさ、そう、選挙のさ時に、あの統一地方選の時にホワイトボードに書いてたじゃん、みんな当選した女の子とかね、書いてたので、ここ2人だけ名前なくてえみたいな、なんかやったね。なんかどうせならちゃんと全員さ書いてほしかったよね。そうそうそう、そう、ありがとうとね、ごめんなさい言えない人本当にね、やっぱダメだと思う。子供にも教えてるからさ、やっぱ挨拶とお礼とかをちゃんと、うん、
で、ダメなことをしたらすぐに自分から謝るっていうのを私も一応教えてるから、うん、ここはちゃんとみんなね、いや大人だし常識というか、そうだよ、なんか普通にね、ね、なんで言えないのってなっちゃう。多分それは多分やっぱ自分が悪いと思ってないからかなって思う、うん、まあ、フォローするわけじゃないけど、うん、ほんとね。 NHK のぶっ壊